サントリーニカルデラ衛星写真地図。焦げ茶色の部分は標高200メートル以上サントリーニカルデラはエーゲ海南部に存在するカルデラ。大部分は海中に没しているが外輪山に当たる部分としてサントリーニ島、ティラシア島、アスプロニシ島が中央部にネアカメニ島およびパレアカメニ島が海面上に存在する。カルデラの規模は 南北1 2キロメートル東西7キロメートル周囲には外林山に相当する高さ2 0 0メートルから3 0 0メートルの崖がある。サントリーニ島は白い住居群が崖に沿って建てられており、その景観が観光資源の一つとなっている。サントリーニカルデラは南エーゲ海火山湖の中で最も活発的な部分である。アフリカプレートが エーゲ海プレートの下に沈み込んでいることから北東方向へ1年に5センチメートル移動しており、地震の震源は150から170キロメートルの深さである。サントリー二島では火山岩以外の岩石も確認されており、島南東部から南部の地域に加え、カルデラ内部の一部で露出している。河口にあたる中央部の2島は溶岩によって形成されている。 カルデラを構成するのは4層の縦上火山である。最古のものは18万 BP、ついで7万 BP のスカロス、2万 1000BP のリバミサキ、最新のものとなる約 3600BP のミノア噴火によって形成された現在のカルデラに至る。中央部の2塔は海中での噴火によって形成されたものである。休止期間は長いものの、 分類としては活火山に該当する。数多くの噴火は大規模ではない噴出に止まり、暗色の溶岩が溶岩縦上地をカルデラ中央部の2頭に作っている。現在のところ最後の噴火は1950年のもので、その後は主に火口内部に存在する噴気口からの噴出に止まっている。2011年から2012年にかけて GPS を利用した 測定装置により火山活動による変化が測定された。紀元前17世紀にこの地で発生したミノア噴火がアトランティス伝説のもとと考えられている。これは火山爆発指数で7に相当する噴火であり、これが最大の噴火であると見積もられている。ABC サントリー2等ギリシャ観光省ギリシャ政府観光局。 2013年8月22日閲覧。AB テクターニックセッティングオブサントリーニ。2011年4月20日閲覧。ジオロジーオブサントリーニザ・プロバルキャニック・ベースメント。2011年4月20日閲覧。サントリーニバックグラウンド。スミソニアングローバル・バルコネザム・プログラム。2011年4月19日閲覧。サントリーニ・ボルキャニック・カルデラ。 グリース。2011年4月19日閲覧。イントロダクション。サントリーニボルケーノ。2011年4月19日閲覧。ステファニーポップス。ボルケーノ・オンセニック・グリーク・アイランド・ゲッティング。エイリトル・レストレース。MSNBC。2013年8月23日。閲覧。スパークス。RSJ。フリードリヒ。 W L 2000ファイヤインザシー The Santorini ボルケのナチュラルヒストリーザレジェンドオブアトランティスジョバロジェクルマガジン H T T P カロンスラッシュスラッシュ G E O L M A G G O S C I N C E W O R L D O R G スラッシュコンテンツスラッシュ一三七七スラッシュ五スラッシュ五九三ショートラージボルケのエクスプロシバティインデックス カントリーズ・オブ・ザ・ワールド2011年3月29日閲覧サントリーニイラプティブ・ヒストリースミソニアングローバル・バルコネザム・プログラム2011年4月19日閲覧ありがとうございます